芋、佐々木敏郎。福原爺は山芋を掘ることより他に何も能がなかった。彼は毎日汚れた麻木の手拭いで放かぶりをして、使い古した絵に草木の緑色が乾きついている葉先の白いつくしを担いで、なた豆キセルで刻みタバコをいぶしながら、芋づるの絡んでいそうなやぶからやぶと覗き歩いた。草むらの中を歩くときなどは、彼は右手に握ったつくしで雑草をかき分けながら、左の手からはあまり好きでもない刻みタバコを吸うなた豆キセルを決して離したことがなかった。ことに芋づるの絡んでいそうなやぶの中を覗き込むときなどは、目をパチクリさせながら、頬を丸く膨らまして、しっきりなしに煙を吐いて、まず芋づるよりも何よりも蛇がいるかどうかを確かめるのである。彼は山に生活する者にも似合わぬほど蛇を恐れた。それでもどうかすると、タバコの煙などには驚かないずうずうしい蛇のために、せっかく見つけた芋づるまで奪われてしまうことが、どんなに立派な山芋のつるが見つかっても、もしそこに蛇がいたら、心臓が破裂するほど弾んできて、タバコをいぶしながら逃げ出すのである。蛇を追っ払って山芋を掘るということなどは、彼には想像もできない。そして、たとえ蛇に邪魔されずに掘ったにしたところで、山芋を掘ったのでは日に一円とはならなかった。それに、ポカポカと暖かくなって、たくさん掘れそうな日などには、何かのたたりかと思われるほど、どこにも核にも蛇がいて、ただ、タバコ代を損して帰ってくることがあってから。従って、彼とモセガガとの生活は、随分惨めなものであった。本当に、蛇っ子など、なんだべや、男で削って。モセガガは口癖のように言ってけなした。彼も山に蛇さえいなかったならと、どんなに蛇の存在を恨んだか知れない。彼は雨の降る日に山芋掘りをしたのが原因で、間欠熱に侵されて医者を呼んだ。その医者は大変に山芋の好きな男であったが、福原爺などは、掘った山芋を根の良くなるまで売らずに貯めておけるほどに生活にゆとりのある身分ではなかったので、医者に山芋のご馳走することはできなかった。それに金の出し方も少なかったので、医者は二度目に呼んだ時には来なかった。医者を呼びに行ったモセガガはひどくしょげて帰ってきた。なじょでがす、ずん様の怒りは。こう聞いて、彼女の道連れになったのは、野山から芝を取って売ったり、わらびを取って売ったりして生活している秋代ガガであった。なんぼ頼んでも医者が来てけねえでしさ。うなだれてモセガガは言った。あの医者は銭ばかり欲しがって銭が少しだと来てけねえもねえ。秋代ガガは赤くただれた眼を芝叩きながら言った。おでがすちゃん。おら、今日頼みさ言ったら。おらは、おめえだすの掘った山芋を、高え金で買って食ってるんだ。おめえだすも、当たり前の金を出してけねげれ。おら、いがれね。おら、いがれね。って言われしたちゃん。ほんだ、ほら、山芋でも持って行ったらやかべっちゃ。おらいの正五郎が頭やみをした時も、わらびを少し戻すでやったら、毎日来てけしたで。医者がモセガガの商人に売っていく山芋が大変高いものだと思うのも、秋代ガガのくれたわらびを喜んだのも、決して無理なことではない。モセガガが20銭で売っていく山芋を、商人は医者の家へ50銭で売っている。また、わらびにしても、医者は値段を考えて喜んだわけではあるまいが、ほんだ、おらも、山芋でも持っていけばかな。彼女たちには、医者がわらびをもらった時の、情に動かされた心理がわからないらしい。
彼女らはあまりに物質的に考えているようだ。ほんでもね、モセガガ様、怒りだぶったら医者さかけるほどのことでもガスめで、怒り相撲のうんとびっくりさせっとすぐに治るもんだとめしさ。ほうしか、なじょがして医者さかけねえで治しとかすちゃ。ねえ、秋岡様、医者も随分なもんでかすぞ。人助けだなんて言ってて、おらいのずんつまが5日もかかって取る銭をいっぺんに取ってって、それで足りねえとしゃあ。なんぼ掘れるもんだか、自分で掘ってみればいいんだ。注射のようなわけに、とってもいいもんでねえから。人の体には、のみがしらみしかいねえけっども、山には、蛇もいんのだし。と、モセガガが言った。モセガガは、どうかして、福春爺の間欠熱を治さなければいけないと思った。このままで一週間も続いたら、彼らは、炎天の道路に投げ出されたカエルの子のようになってしまわねばなるまい。その日の午後、モセガガは5、6日使わずに置いたので、少し赤いサビの吹き出たつくしを担いで、山芋のありそうなやぶを次から次と覗いて歩いた。しかし、夕方までやぶをかき回したが、医者の家に持っていけそうな山芋は一本も掘れなかった。モセガガは、がっかりして、泥のついた手で水花をこすりながら、なじょにして、ずんざまをびっくりさせっぺ、と考えながら、短い青草の生えている細い山道を登っていった。すると、道端に大きな黒い蛇が横になっていた。モセガガはびっくりして、杖にしていたつくしを握り直して、蛇を追い立てた。黒い蛇は、どんなに追っても逃げない。彼女は、つくしを前に突き出して、恐る恐る近寄ってみた。すると、それは水分を含んで黒土に染まった、太い手綱の切れ端であった。彼女は、ちょっと恵まれたような気がした。神様のお情けだべっちゃ！秋岡様が、びっくりさせっと、怒りは治るとておせだっけ。この、手綱の切れっぱしでびっくりさせてとつぶやいて、モセガガはその黒く汚れた手綱の切れ端を引きずって、細い山道を短い青草を踏みつけながら帰ってきた。福春爺は豚小屋のような小さくって汚い家の中で、炉端に犬の皮を敷いて、赤に汚れたドテラを着込んで、袋が身震いした時のように丸くなって、焚き火に腹をあぶっていた。なんぼか掘ってきたかと、彼は胸のところをはだけて、焚き火の上に突き出しながら言った。ログな芋願った。モセガガは、つくしと芋をかまどのところに置いて、福春爺のそばへ寄って行った。ほだども、なかなか掘れるもんでね。なれねえうち、それ代わり、蛇取ってきた。それ、蛇！と、彼女は彼の首へ、蛇のような形と色と、ヒヤリッとした肌触りの汚れた縄切れを巻きつけた。なんだぞ！と、福春爺は慌てて首に手をやったが、それきり気を失って、焚き火の中に倒れた。彼女は、うまくびっくりさせたと思って、しばらくはほったらかして見ていた。しかし、彼女の計画は当てが外れた。彼は胸と顔面と両手とをひどく火傷したきりであった。福春爺の間欠熱は元のままで治りはしなかった。福春爺は間欠熱が引いてからも、火傷のためにしばらくの間、山芋を掘りに出かけていくことができなかった。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それからご意見、コメントなどもお待ちしております。